ここは奈良県の南東部に位置し、大峰山麓の隠れ里とも呼ばれる下北山村。ピンと張り詰めた空気、太陽の日差しが心地よい冬の一日、一足早い春の訪れを感じ、下北春マナを育てているという畑を訪れました。下北春マナっていうマナなんですね。油中の野菜なんですけど、明治以前からずっとここで伝統的に種から育ててという野菜で、いつ頃っていうのははっきりしたものはわからないんですけど、ずいぶん古くからも代々受け継がれてきた野菜で、まあ自分とこの家の裏には必ずこういうものを作って、基本はやっぱり漬物ですかね。下北山の宝物おばあちゃんが100歳まで生きてたんですけど、そのおばあちゃんにもうこれから その加工の仕方やなんかも教えてもらったんで、栄養と旨味がもうびっくりするほどあるんで、まずは知ってもらいたいですね。それの栄養価をまずね、ほんまに。あっちやね、車。はい。だいたい9月の彼岸以降で種まいて、で11月の中旬頃から一本一本移植して、でもその頃になってきたらもう寒くなってきますからね。まあちょっとは虫があってももう一切も農薬かけないということで、まあ安心安全野菜で売ってますよね。とても寒いから虫もつかない安全野菜。この村の気候でしか栽培できないという独自の品種、下北春マナ。葉が厚くて濃い旨味と甘み、そしてちょっぴりほろ苦いのが特徴。大峰山脈から称えられる水はとても透明。次に訪れたのは村唯一の製材所。村の豊かな森で育った原木を建具や家具などさまざまな製品に加工もしています。20年目になります。移住して、はい、結婚を機に、妻の方が下北山出身なんで、はい、まあ、漠然と田舎暮らししたいっていうのもありましたんで、まあ、ここに来て、魅力に惹かれまして、はい、まあ本当の山の中で少し町から隔離されてるんで、もう田舎暮らしをしっかりと、まあ、全うできるというか、ずっとここで心地よく住ませていただいてます。はい、木の素材感を感じられるものを作りたいと、村の木材で家具作りもする本田さん。ここで生まれ育ったので、もう小学生からもう土日になったら町をやって、子供がお風呂を炊くっていうのがうちの仕事で、だからそういうのがすごくね、もう本当に細胞の中にこう染みついていて、自分も都会に憧れたけれども、やはりこっちに戻ってきたのかなという。まあ、仕事もねやっぱり寒かったり結構力仕事とか大変ですけど、でもやっぱりなんか気持ちのいい汗というか、一日ね美味しいご飯食べてまたぐっすり寝てまた仕事できるっていうね、当たり前の循環がいいかなっていうのがありますね。はい、元々の地場産業が林業ですんで、それがまた復活するというか盛んになるには、やっぱり加工する方の産業も村の中で継続してやっていければなっていうのが、はい、80年前にね山下さんが植えてくれたと思うんでね、はい、だこれを製品にして、使っていただくっていうのが、はい、使命かなと思いますね。おいしい野菜と空気、優しい人々と自然の数々、ここに集う若者が村の産業や資源にスポットを当て、新しい魅力を創造する形が嬉しい。ここに美しき日本があります。